はい、どうも、小太郎です。というわけなんですけどもね。はい。いや、今回はですね、まあ、1月と、まあ、2月の今までかな、ちょっとサボってましたとね。はい、あの時の気持ちを思い出して頑張らんとなっていう話ですね。はい。いやー、僕ね、去年の12月まではね、なんとかね、チャンネル登録者数がね、まあ、2万人いかなかんっていうのとですね、あと収益ですね、12月はまあ、広告単価が高いんでね、すごくね、頑張れば頑張るほど収益になるんでね、一応40万を目指して頑張ってたわけなんですよね。で、まあまあ一応達成できたんですけどね、そこからですね、まあ一応1月とはちょっと動画をまあコンスタントに出してるんですけども、気持ち的にですね、ちょっとサボってるんちゃうかとね、はい、なんかね、まあサボってるっていうのもあれなんですよ。まあやろうと思うことはいっぱいあるんですけどね、一応動画は最低限出してるだけなんですよね。まあそれ以外にね、他にいろいろね、まあ勉強したりとかですね、まあ、アウトドアの勉強したりとかね、まあ、いろいろ今後の T シャツ考えたりとかね、あと、まあまあ、他に新しいね、登山のサービスを考えたりとかね、やることはいっぱいあるんですけどもね、めちゃくちゃなんか、しんどいな、あれ、とか、よう寝たし、よう酒も飲んだしね、だらだらしながら全然関係ない YouTube 見たりとかですね、登山、アウトドア関係ない YouTube 見たりですね、あと、なんだっけな、結構なんかだらだらね、漫画か、あの漫画やな、携帯の漫画見たりね、もうどうしようもないね、もう一日でこの活動時間ですね、その時間ってもう5時間とかそんなぐらいかな、まあ5時間6時間ぐらいかトータルね、もう6時間自由に適当に働いてね、まあこんな感じかいみたいなね、ことやってたんですけどもね、なんかまあまあ一応だんだんね、もうこのままじゃあかんなっていうところで、またね、あの時ですね、一番 YouTube がなんか頑張ってたなって思ってた時が、まあ、チャンネル登録者数300人から、もう0人から500人ぐらいかな。0人から500人ぐらいの間がね、まあ、それは一番なんか無職の時ですね。僕がなんか去年の2019年の3月から YouTube 始めまして、で、そこから10月まで半年間ね、まあ、400人か500人ぐらいやったんですけどね、チャンネルとか。その時にですね、もうめちゃくちゃ動画上げてたんですよね。もうこれからどうなるかわからんっていうね、ところなんですけど、とりあえず頑張ろうというところでめちゃくちゃ動画出してたんですけどもね、もう、あの時今まま考えたやり方はね、もう間違えてまして、そりゃね、なんでこんな、今から考えたらなんでこんな遠回りにやり方すんねんとか、なんなことやっても誰も見えへんやろ、こんな、またこんなサムネイル、こんなタイトルとかね、もうやる子ね、僕からね、今の僕らしたね、2万人まで行った僕らしたら、あの頃の僕ね、ダメ出しすることいっぱいあるんですけどもね、ようむちゃくちゃ、なんとしてでも売れてやると、なんとしてでもそれで生活してやるっていうね、気持ちがめちゃくちゃありましたね。その時のね、気持ちを考えたら僕は今負けてるなとね、思いまして、いや、これじゃあかんなとね、やっぱそれでも、まあまあ YouTube バイオリズムあると思うんですけど、やる気のバイオリズムあると思うんですけどね、ちょっと1月は、ちょっとまあ気持ち的にはたるんでたなっていうところで、またね、改めてね、気合を入れ直して、頑張っていきたいと思います。はい、まあね、そうですね、まあそうですね、あの時の、がむしゃらさとね、今、それ考えたら、今、それなりに、ノウハウですね、ノウハウはついてると思うんでね、あの時の、気持ちとプラスノウハウでね、頑張っていけたらと思いますね。はい。まあ、ちょっと、まあ、そんな感じで、まあ、2月ね、中旬になるんですけどもね、あの時の気持ちを思い出して頑張っていきたいと思います。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。